それに最近進化。そんな一言でわらわが納得するとでも思っておるのか。何かごまかしておらぬか、この目でしかと確かめてやらねば。もうすぐ月海底に着くぞ。カンオが普通の人の姿をしたシン君を見たらきっとびっくり。カンオとシンカクって人になった船長を見たことあるのかな。あれ、あいつどこ行ったんだ。なんで立ち止まってんだよ。静かに、わらわはここで待っている。お前たちだけで見に行ってこい。え、どうしてだよ。一緒に来たらいいだろ。わらわはあの子を困らせたくない。ここで遠くから眺めるだけでいいのだ。わらわに代わってお前たちがあの子の近況を聞いてきてくれ。絶対にわらわがリーユエコーに来ていることは言うでないぞ。確かに、それもそうだな。わかった。じゃあオイラたちが挨拶して。リュウシン君、気づかれた。カンウ先輩のお知り合いですか。ええ、ごめんなさい、この後の会。はい、そう。ええ、頼みました。また会えたな、カンウ。そうですね。でもどうしてここに。それにシン君も。人違いだ。わらわは龍雲釈風神君ではない。お、全くごまかせてないぞ。今のは少し試しただけだ。神君のことが。わらわは用事が。おいらたち用事なんかあったっちょ。そうでしたか。わらわは様子を見に来ただけ。長話をして邪魔するつもりはない。こたびの雑談はこれくらいにして、またいつかお前が休みの時にでも集まればよい。わかりました。それも悪くありませんね。お前の仕事が忙しいのはわかっている。それでも時にはゆっくり休ん。一人前になったお前の様子を見ると実にか。待ってください、シン君。まあよい、時間は限られておるし詳しくは話さないでおこう。前回お会いしてから、それとぶしつけながら。人の名前、確かにわらわの名前はよく知られておるし。お前が言う。わらわの名声は相当なものだ。お前たちが測れぬのも無理はない。カオン？ああ、戦災航録の描写から取ったんで。時に千人あり、雲と共に登りて、ひと月を。おお、すごそうだな。実は、これらのこと。え？また、お前って。でなければなんだというのだ。まさかお前の目に映るわらわは、少し大きい。そういうわけじゃ。それも無理のないことかと。伝説によれば、私はその苦の干ばつとともにこの歴史について本の中ではこう記されています。千人来たり竜。うわ、そんなにすごかったのか。俗世の天石には。でもそのなんだかを笑わせるでな。わらわの話はここまでとしよう。関羽、神格のやつから最近連絡。先日仕事を見つ、それから平日一気にたくさん。神君ご安心ください。近頃
万民堂の商売が繁盛していて、ウサン一人では手が回らないそうです。ただ、シャンリンも新しい料理。そうか、それは良いことだ。え、でもさ、それなら、お前は仕事に戻る。わかりました。どうかお気をつけて。旅人さん、パイモンさん、またお会いし、うん、どうだ？オイラ、さっきはなかなかうまく合わせられただろ。お前が用事があるって言ったのは、カオの仕事。みんなは俺が、ま、口実とまではいかぬ。今はまだその時ではない。だが後で分かるようになる。おい、さっきの物語を聞いたからなのかな。こいつの振る舞いに不思議な仙人らしさが加わった気がするぞ。なあ、何を言いたいかわかるか？ああ、よくわかるとも。美人を前にするとご馳走には目もいかなくなるってことだろ。メニューよりも彼女の連絡先が欲しい。お前が行け。いやいや、やはり君が。二人ともご注文。こんにちは、お嬢さん。よかったら。ご注文は？ボラミートを二つ持ち帰り。じゃあ、いらっしゃい。久しぶりだな。ご注文は？接客の言葉と挨拶の言葉を一緒に言うない。うむ。そちらの方は？ひひ、こいつはカウンだ。師匠か。うえー、ほう。わらわの記憶ではお前はこの姿を見たことないはずだ。どうして一目でわらわの正体が分かった？十数年朝晩を共に過ごした間柄だ。師匠がどのような姿になっても我には分かる。神格。どうしたのだ師匠？いや、何でもない。お前の手紙を見て、ついでにうまいもんでも食べようと。確かに、もうすぐ昼下の時間か。お、旅人にパイモンじゃないか。お前さん、神格、まだ昼飯時じゃない。お客さん、座ってゆっくり友達とおしゃべりしてな。手伝うのはお客さんが感謝する。やったぜ。はっ、さすが二遊人。やはりわらわの思った通り、万民堂の同志は融通の利く人物だ。だがここで働くとなると、いろいろな人と付き合うのは避けられまい。神格、お前は対応しきれるのか？できると思う。時には妙な人にも会うが、すでに本当に対処している。おお、神格も成長してるみたいだな。ちなみに本当に対処しているってどんな風にだ？まずは彼らを言葉で諭す。耳を貸さなければこ、なんというか。ならよかった。どうやらお前はもう人間社会にうまく溶け込めているようだ。わらわも安心した。師匠は変わりないか？うむ、それはもう順調だ。お前たちが奥蔵さんに戻らなく。なるほど。我も師匠に会いたかった。
最近は仕事が忙しいが、すでにウサンとも相談してある。そうだったのか。仙人の…そうだ、師匠。うむ。あ、カンは竜王釈放の名前の由来を話してくれたんだぜ。そうか。ん？師匠。いや、ただちょっと不意をつかれてな。話しても構わない。お前がわらわの話術をどれほど学んだか見せておくれ。うむ。師匠は以前、そこで師匠は、鉄製の機械の車で、確か、電光両輪失踪機だ。昨月畜養の奴がわらわの相手になるわけがなかろう。だが残念ながら、その電光両輪失踪機は賛同が苦手で、目的地を前にしてひっくり返ってしまった。勝利まであと一歩だったというのに。今師匠が語り終えた。そうか。師匠は寂しいのか。寂しい。わらわが寂しい。なんだ、なぜそのよ。いや、さっきカオからお前が天気を操っこいらもよくわからなくなっ。我にとってはどちらも師匠だ。どいつもこいつも調子のいい言葉で。だがお前がさっき、シン君のやつ弟子にちょっと。まだ空いてる席はあるか。すみません、客人が増えてきた。我は手伝う。頑張れ。うむ。中原のもつ焼き安くて美味しいよ。美味しいものがこんなにたくさん。今回は絶対お腹いっぱいになるまで食べて。わらわはあらゆる地層を好む。味の違いには特にこだわっていない。この店の料理は絶妙な火加減で調理され、独特な風味を持つ。わらわは十分満足だ。口にしただけで次世代の調理神器で使えそうな妙案がうっすらと浮かんでくる。ひひ、美味しいな。ちょっと辛いけど。お嬢さん、すまないな、もう満席なんだ。おばあちゃん、いい匂い。それか他のお客さん。そうだね。こんにちは。相席してもいい？うん、オイラはいいぞ。お前たちは？よかった、ありがとう。私は宗玉、こっちは私のおばあちゃんで。おばあちゃん。そうだよ。どうかした？いや、ただそんなに。おばあちゃんはよく白髪の童顔って言われるんだ。おばあちゃん、そんなにじっと見つめてどうしたの？座ろうよ。わらわのことを知って。いいえ。袖振り合うも多少の縁、遠慮せずに座るといい。おばあちゃん、何か食べたいのはミミズの煮込みじゃ。もうまた始まった。メニューにはミミズの煮込みなんて。ミミズの煮込み？何言ってんだろう。そうだな。なあ、その何か手伝おうか。手伝う？お気遣いありがとう。私が物心つき始めた頃から二人とも早くに亡くなって。あ、でも悲しい。おお。私は。おばあちゃんは強い。そうじゃろ。それに全部をきれいさっぱり忘れたわけじゃないぞ。とても大事なことを。ああ、思い出した。夢だから忘れてしまった。確かずっと同じ夢を見ていて、夢の中の人が自分に語りかけてくる。なんだか奇妙な。それはない。この方の目は清らかで、呼吸も安定している。本当か。
お前は先わらわを何だと思っておる。そうだったな。お前がこっち方面の専門。覚えてないね。若い頃のおばあちゃん。話を聞けば聞くほど不思議な感じになって。やはりあの言葉通り。いいの？おいらはパイモンだ。わらわのことはカウンと呼ぶといい。うん、手を貸してくれてありがとう。ただ報酬なんて必要ないぞ。だろ？本当に？どういたしましてだぜ。さっき聞いた。簡単なことだ。夢の中で若い頃の自分を見たというのなら。おお、確かにそうだな。おばあちゃん。あ、私がとても小さかった頃にね。お父さん、もしそれが本当に驚愕。そうだ。確か行く秋が仏教について詳しかったよな。行くのか。私はお腹が。私が料理を注文してくるよ。おばあちゃん、食べ。しばらくは別れて行動する必要がありそうだ。旅人とパイモンは悲運紹介。延滞と総玉はここに残って食事。歌人老一。ふむ、そうだ。私のおごりですので、どうぞ遠慮なくお召し上がりください。おや？君たち、どうしたんだい？ゆくあき、ここにいてよかったぜ。実は、お前に聞きたいことがあるんだ。うん。手がかりが少ないから、君たちの話からそのご老体の…無名の…ああ。唯一知られているのは、干ばつが収束した後、若くして名を…さすがゆく…それほどでもない。それでもすっ、うん、もしかすると彼女はこの3カ所によく姿教覚は引退した後も。それになぜ、もし真相を突き止め、そうだ、前に聞いた話にも。そうだね、そのおかげで作物は枯れ、すごく。ああ、だけどこれよりも悲惨な災いが遥か昔の時代では。さて、もう大丈夫だぞ。よし、とりあえずか、おばあちゃんが何か。じゃあ、オイラたちはそろそろ行くな。ああ、行くぞ。頼まれた音楽は録音しておいたよ。感謝する。歌人、いや、ピン、いや、ただその姿のあなたを見るのはいつぶりだろうと思っての。時が何か山中では時を感じず。どうしたんじゃ急に。あら、つまりお前のようにリーエコーで悠々。うん、大したことではない。ゆくあきの話によると、やっぱり総玉教へ。
お嬢ちゃん。総玉、この可能性無名の女傑は天候法師と恋に落ちたって言ったよね。その人、おじいちゃんのことは何も覚えてないけど、前の屋根裏部屋で箱を見つけたんだ。うん、私もそう思う。そこにいたら、おばあちゃんが何か思い出せるかもしれない。実に、まるで富山を散策しているかな。そうか。ありがとう。うん、わかった。お、何が入ってる？内緒話だから。行くぞ。
見覚えはないの。ここには来たことがなっただ。この場所。え？そうの。宇宙でも。そうじゃ。ここじゃない？行くぞ。お、誰も住んでない家があるぞ。ちょっとここは。おばあちゃん、何か思い出したの？はあ、思い出した。ソニョクちゃん、あの日は月の見えない夜じゃった。私は毛が多い。ソニョクちゃんのおじいちゃんに支えられながら必死に逃げておった。立ち込める霧の中じゃが、その夜、すべての過ちの原因は。過ち？そこまでは思い出せん。そして、部屋に産声が響き渡った。総玉ちゃんのお父さんが生まれ、お父さん、お父さんは私の誇りじゃった。総玉ちゃんと同じじゃよ。総玉ちゃんやお父さんは私とは違う。私はおばあちゃんがどっ、ありがとう。総玉ちゃんがそばにいてくれた。さあもう一箇所残って、次の場所は慶雲町だ。え、ここだ。ふう、やっと着いたぜ、変態おばあちゃん。おかしいの。ここで過ごしたことなんてあったじゃ。先ほど訪れた防潮旅館や廃屋のことはすぐに思い出せなくとも、どことなく周りのものに見覚えがあったん。ここではそういった感じもしない。過去に訪れたことはあってもさほど印象、そんな、本に書いてあったことが間違ってた。確かにそうだけど、これが他の2回がっかりさせてしまってすま、いやいや大丈夫だぞ。ありがとう。おや、あれは、あれはなんていう山だい？お、どれのことだ？ん？あれって奥蔵さんだよな。オイラたちいつの間にか戻ってきてたん。奥蔵さん、奥蔵さん。おばあちゃん大丈夫？無理して思い出さなくても大丈夫だからね。奥蔵さん、私はどうして。奥蔵さんに見覚えがあるのか。ある。でもどうした。あ、頭が。シン君じゃなかった、カウン、何か。奥蔵さんへ行こう。でも心配はいらぬ。わらわがついている限り問題はない。実は奥蔵さんに。本当か。行くぞ。
教えろ。ああ、これだ。あれ？いかに定期的に服装やこの発明品のリッ。ったく、最初から奥蔵さん。何を言う？人はまず。そうだった。さっきも言った。どうだ、延滞。少しは気を。干ばつはもう終わったというのに、なぜまた悲しい顔を。薬の効き目が。君に出会ったことを後悔したことはない。お願い、泣いて。覚えていないの？あなたはここでずっと暮らすべきだった。露を糧とし、ここで最初のあなたが、そして最初の私が。本当は そういうことだったんじゃな。おばあちゃん、変態おばあちゃん。だい龍仙、思い出したか？お？リューン、仙人？お前たち、はあ、おばあちゃん。心配しないでおく、みんな。やっと思い出、はあ、いや、創業口。おばあちゃん。はあ、私は、おいらたちが、私は風をついばみ、仙人様は時折、私はこう思っておった。50年前？そうじゃ、仙人様じゃが、薬の木。まさかこれが、物忘れの木。もしかして、おじいちゃんの。そう、そそっかしくて不器用で、力量も私には及ばないというのに、私と同じように、胸に熱い志を抱いておった。私はあの人に惹かれるようになった。じゃが変化役の。そんなことが。私は過ちを犯してしまった。たとえ師匠の期待を裏切ったことは分かっておった。はわ、自分の口から師匠に伝える勇気がなかったんじゃ。師匠はこの婚姻を認めるわけがないと思った。じゃから遠くへ逃げ、誰にも見つからない場所に隠れた。しかし、鶴であった今にして思えば、あの日、防除旅館で仙人の血が混ざった丹薬をご。おばあちゃん！偶然、仙人様、あん。人間が結ばれたら、その家族のね。そうじゃったの。昔奥蔵さんにいた頃のわらわはいつ。急に龍雲神君がそこに現れたんだ。変態、あの時のお前の置き手紙を見て、わらわはひどく腹を立てたのだ。お前にしっかりと説教してやらねばとな。や、正直お前が選んだあの、だがしばらく、あやつが心優しい人、せっかくの縁談を悲しい結末に、どうやってお前、決してバレぬように、お前は笑、変装が成功した。
この話についてはひとまずここまでとしよう。だがわらわが言及したかった点はこれだけではないぞ。記憶を失ったのは分かっておるが、仙人の血を飲めば魔物に狙われるようになる。これほど簡単な道理もお前が忘れてしまっているとはな。まったく、体が弱っているというのに勝手に出歩いたせいだ。わらわが追いついていなかったら、お前もあの若造も仲良くあの世に行っておったぞ。仙人のご到来だ。八方の風、羽ばたかん。やっと。ただの魔物がああも群がることはない。お前の身、何しろわらわとにかく無事でよかった。それだけで。ことのあらましはだいたいこんな感じだ。待って、私が小さい頃に見たあの白い鶴の仙人ってもしかして。ああ、そのことか。忘れるところであった。お前は延滞にそっくりで、あの時のお前は理由を聞く。わらわは仕方なく粉を身にまぶして、延滞が人の、これも。物語はこれでしまいだ。延滞、わらわにとって、だがわらわは、お前の正体を明かすことができなかった。お前が自分で思い出さなければ。仙人教えて。わらわはあれを年長者たるもの、物語では好きな時に旅立つことができ、帰りたくなったらいつで、はあ、お前自身も40年前、お前は、わらわも決して万能だが、幸いお前は過去の記憶、再び鶴に戻れるよう。て、普通の鶴に。仙人様はこのご恩、そう多くはない。おばあちゃん、ああよしよし、ちゃんとご、ああいい子じゃ。だ、そしていつ、ああよかった。ちゃんとご飯を食べて。いい子、申し訳ない。大丈夫。宗玉の年頃、苦しみや悲しみ、辛さを、この件もこれで落着した。
悪夢を見たのか。どういうことだ。心穏やかな状態ではいい夢を見るはずだが。いい夢だった。ただ目覚めたくなかったと。わらわは話術に長けておるが、慰めの言葉をかけるのは不得手だ。お前は十分に頑張った。その意志の強さや困難を恐れぬ心はわらわも知っておる。故にどのような夢であろうと、お前なら実現できると信じておる。無論その過程で何か危険な目にあったり疲れを感じたりしたら、わらわを尋ねるといい。何せ都市的にはわらわもお前の年長者と言えるのだから。よしと父やん。仙人様、あ、総玉、言っておくけど、こいつの弟子になったら、もう今までみたいに万民堂でお、それはどう、修行の道とはみなそ、けど、ここには何にも、確かに、奥蔵さんは景色こそ美しいが、俗世の人間、故に、どこで暮らそうとわらわは気にしない。ただ心の安らぎを求められればな。だがわらわの弟子たち、関羽や神格、わらわもここ数年常々反省しておったのだ。今の理由、なぜ黙っておるのだ。おいら今日リー、わらわはに、おお、それでいつからリー、おそらく2日、それと、じゃあ、よかろう。それと、やった。そういえば、行く秋に真相が分かったら教えるって約束したよな。約束通り、飛雲書、
荒野に漂う魂。いらん心配を。これはやはりこリュウカオン、ちょうどいいところに来た。これらはすべてわらわの収蔵品。数百年カホだカホ、数百年なんぞザラであろう。おお、そう。ほれ聞いた、偽物だと疑うのなら別の買い手。あ、お客様、そうおっしゃらずに。専門家？まあよい、ならばもう少し待ってやろう。師匠、宗玉くん、新しい服に着替えたんだな。かわいいじゃんか。うん、師匠が作ってくれたの、とっても気に入ってるんだ。お前、隠し芸とはなんだ。師匠、私の荷物はほぼ構わぬ、後でわらわが運んで。え、ちょっと秘密の。それでお前、もうすぐのはずです。あ、いらっしゃいました。ご紹介します。こちらは王城堂の格系であり、コン・勝利先生。こちらは関雲さん、先ほどお伝えした宝物。関雲殿であったか。久しいな、ここで会うことになるとは思わなかった。ああ、おや、お二方はある種の縁。買いかぶりすぎです。骨董品や宝物を鑑賞する者は皆経験と神秘眼に頼っています。ぶしつけな質問で恐縮ですが、お二方は知人ということで。まったくな。ああ、取引では信頼が何よりも大事。信じられないというのであれば、これで失礼しよう。うむ、これ以上何を言ってもせんなきこと。行くとしましょう。大変失礼いたしました。どうかお待っ。たびたび失礼なことを言ってしまい申し訳。ああ、心配は不要だ。いずれも世にも珍しい品と言える。それとこちらだが、勝訴殿は見聞の広いお方だ。わかりました。勝関雲さん、私も腹をくくりました。こちらの宝物。北国銀。今はもう。ああ、オイラたちは元気。俺も日々変わ。それでそのか。なぜだ。友人では。まあ良いでしょう。龍雲神君はここ数年で考え方も変わっ。はい、わらわがかつてリーウェコを訪れた時はあまり長居をしませんでした。故にここの数千年、人々は潮流のごとく集いてにぎわい去りて生へ。はいはい、もうさ。ふむ。おや、龍雲神君は忘れてしまった。そんなことが。うん、うよし、決めた。すでに買う。うん、宗玉、おいで、ご飯を食べに行くぞ。そうだ、こちらは書王城堂に身を置いている。以後はい、やる。みんな揃っ。ねえ師匠、仙長賞って食べたことある？仙人が食べたら本当に飛ぶ。急に行くなって。もう、おい、置いてくなって。
星と新無事今日の依頼